入りました。災害現場からは、ちょっと時間がかかるんですけども、ここからだいたい1時間から1時間半ほどかかるそうです。八女市です。こんにちは、夕刊ネット IB です。今月11日から14日に福岡県筑後地方で発生した集中豪雨について IB 事業部長上がお伝えします。北部九州を襲った集中豪雨は昭和28年の西日本水害以上の被害をもたらしましたが、大分県、熊本県、そして福岡県南部の筑後地域では甚大な被害が発生しました。近年ゲリラ豪雨が全国的に発生していますが、今回の豪雨で八女市においては1日で400ミリ以上の降水があり、4日間で福岡県八女市の降水量は649ミリに達しました。これは7月の1ヶ月間の平均降水量の 1.71 倍です。取材班は7月18日に福岡県八女市の被災地域を取材しました。黒木町の笠原地区では特に被害が大きく、川の氾濫や道路の崩壊によって甚大な被害が発生しています。川の氾濫により川沿いの田んぼや畑が流され、農作物がすべて流されている地区もありました。また河川の流域に立っていた家のいくつかが流され、全壊しているものも散見されました。至るところで茶色い粘土質の泥が道路上にあり、冠水していた範囲の広さがうかがえ、被害の大きさを物語っています。19日時点で八女市の住宅被害は全壊21棟、床上浸水108棟、床下浸水190棟にも及び、514人が公民館などの避難所へ避難しています。本日野田首相が現地へ視察し、自治体関係者との意見交換も予定しているようですが、